一位は、一位か一位族の植物。または、一位族の植物の総称。常緑新葉樹。別名はアララギ。長野県松本地方では、ミネゾと呼ばれている。北海道や、北東北の方言では、オンコと呼ばれ、アイヌからは、クネニと呼ばれた。英語では、ジャパニーズユーと呼ばれ、同族のヨーロッパ一位ティーベコタは、単にユーあるいはヨーロピアニユーと呼ばれる。 族の学名、タキサスは、ヨーロッパ一位のギリシャ語名で弓を意味する、タクサースから、種賞名をかすっぽだは、急に尖ったの意味。本州、北海道、カラフト、九州、四国、千島列島、中国東北部、朝鮮半島、ロシア沿海地方に分布。北海道では、標高の低い地域にも、自然分布するが、四国や九州では、山岳地帯に分布する。 庭木としては、沖縄県を除いた日本全国で、一般的に見られる。一位の果実一位の奇襲遺種で、高さ20メートルほどの高木になるが、成長は遅い。樹形は円錐型になる。幹の直径は50から100センチメートルほどになり、樹皮には縦に割れ目が走る。葉は、能力色で、線形をし、先端は尖っているが、柔らかく触ってもそれほど痛くない。 枝に2列に並び、先端では、螺旋状につく。4月頃小型の花をつけ、初秋に赤い実をつける。種子は、休憩で、灰状で、赤い多重質の仮種比の内側に収まっている。外から見れば、赤い湯の実の中に丸い種が入っているような感じである。一位の変種品種などとして、下記のものがある。一位の変種である。 キャラボクタキサスカスッポだったバリエーション。ナナンは常緑低木で高さは0.5から2メートル。幹は直立せずに車に立つ。根元から多くの枝が分かれて横に大きく広がる。私有一種で花は春に咲き、メギは秋になると赤い実をつけ味はわずかに甘い。本州の日本海側の秋田県、真昼岳鳥取県放棄大山の鉱山など多節地帯に自生する。 鳥取県放起大山の八合目近辺に自生するキャラボクは大仙キャラボクと呼ばれ、その群生地は大仙の大仙キャラボク純林として特別天然記念物に指定されている。また、国外では朝鮮半島にも分布する。名の由来はキャラボクの材が公木のキャラに似ているためだが全くの別種である。キャラボクと通常の一位を比べた場合、全体的には 一位の方が葉が明らかに大きい。一位との最大の違いは、一位のように葉が二列に並ばず、不規則に螺旋状に並ぶ点である。ただし、一位も即死以外では螺旋状につくので注意が必要である。樹齢27年の一位。外周部は白田、心材と気心は赤み、濃い放射状の部分は節目である。一位の端。対陰性。 体寒性があり刈り込みにもよく耐えるため、日本では中部地方以北の地域で庭木や池垣に利用される。東北北部と北海道では榊、榊を産しなかったため、榊、榊の代わりに玉串など神事に用いられる。また、神社の境内にも植えられる。木材としては、年輪の幅が狭く緻密で狂いが生じにくく、加工しやすい。 光沢があって美しいという特徴を持つ。工芸品や机の天板、天井板、鉛筆材として用いられ、岐阜県日田地方のいちいち頭彫りが知られる。また弾力性に富むことから、アイヌは一位を狩猟用の弓を作る材料として使用した。一位のアイヌ5名、クネには弓の木の意味である。水深液やのコくずから取れる赤色の染料も利用される。 ヒノキよりも硬いとされることや希少性から効果である。果実は甘く、そのまま食用にしたり、焼酎漬けにして、果実酒が作られる。しかし種子には有毒、アルカロイドのタキシンが含まれている。種子を誤って飲み込むと中毒を起こす。摂取量によっては、痙攣を起こし、呼吸困難で死亡することがあるため注意が必要である。 一位のタキシンは果肉を除く葉や植物全体に含まれる。葉はかつて糖尿病の民間薬としての利用例があるが薬効についての根拠はなく種子と同様に有毒である。ロアーリスクリーストコンサーンワシントン条約の付属書通に掲載されている。ヨーロッパの文学や神話伝承でしばしば一位と訳される樹木が登場するが基本的に 禁煙種の西洋一位のことである。一位と訳されるヨーロッパ諸言語は講義には一位族を広く意味する。大戦キャラ僕に関するカテゴリー。ありがとうございます。